はい、こんにちは、山亮と申します。さあ、今日はね、どこにおるかというとですね、これ三重県はですね、熊野市ですね。熊野市のね、ちょうど大桑の熊野店さんに来てるんですよね、今。なんでお前こんなところからいきなり放送してるんやというとですね、まあ、全国に上げてるかな、ちょっと途中で紀北町とかでも来たりとカメラを回してたんですけど、スマホの方でね、回してたんですけどね。いや、今日はね、まあちょっとね、企画を打とうじゃないかということでね、まあこっちまで来たわけです。まあお盆なんですけどね、本当はね、今年のお盆ちょっといろいろと出かけてね、撮影をしようと思ってたんですよ。ね。なんですけどね、これ困ったことにですね、その、まあ、GoTo キャンペーンとかでね、なんかキャンペーンやってますけど、残念ながらですね、会社の方でね、まあ私はね、メインの仕事は別でありますから、はい。で、そっちのね、会社で働いてるわけですけどね、まあ、その会社の方の、社内規定って言ったらいいかな、内規っていうような感じのやつですよね。でですね、まあ、県外移動、が禁止になっちゃっていまして、で、その法律的にはね、その問題ないでしょうというふうになってますが、まあ、でも三重県、今、また緊急事態宣言が県独自でね、発令されましたんでね、まあ、それもあって、まあ、過度な移動は自粛っていうふうにはまたなってますんで、まあ、それもありますし、まあ、会社の方でもね、県外移動がちょっと禁止になってしまいましたもんで、ということでですね、じゃあどうしたらいいかということでね、まあ、県外移動ができませんよと、いうことで、さあ、どうしようかなということで、でもね、まあ、何かしらちょっと置いたし、まあね、全く出かけるのもね、さすがにね、ちょっとしんどいなということでね、新企画としてね、県内でできるね、最大限県内でできることないかと思ったら、やっぱね、一番東、ね、東西南北、三重県言うてね、特に南北にね、すごく長いですよね、東西もね、まあまああるんですよね、海の端っこね、島地方で、北はね、みなべとかね、我々の北西地方ですよね。で、西に行ったらね、伊賀とかね、あっちの方行ったらもう大阪県みたいな感じですから、ノリは完全に大阪になってきますし。で、この今来てるね、熊野の方っていうのはもともと東紀州って言ってね、まあ今でも東紀州地方って言われますよね。いわゆる紀州なんですよね。いわゆる紀伊の国の、もともとは熊野なんかは思いきし紀伊の国っていうね、扱いになっておって、いわゆる和歌山の一部っていう扱いっていう感じだったんですよね。経済的にも新宮に近いですし、新宮の方ね、近いですから、まあ、新宮は和歌山県ですけどね。うん。で、熊野三山って言ったら、ね、熊野三山は全部和歌山県ですよね。那智もそうだし、本宮さんも新宮さんもそうですね。うん。っていう風にして、まあ、もともとあの辺り熊野っていうのは、まあ、どっちかというと和歌山にっていうに近いイメージのところですけど、まあ、一応三重県ってことですんで、まあ、こんな感じで、ね、地域差があるわけですよ、三重県って言ってもね。特に三重県は結構その地域差がでかいということでね。やっぱし、このね、山田さんのね、チャンネル、このスターステールチャンネルは、端っこを攻めていくのが大好きなんですよね。普段もね、鉄道とかでもね、いわゆる末端駅っていうのターミナルで、ね、末端駅、一番端っこの駅をね、こう攻めますよってことなんで、まあ、今回も、じゃあちょっと角度を変えて、端っこの駅を攻めようじゃないかってことでね、三重県の東西南北の一番端っこにある駅を攻めてみようっていうことでね、大体、まあ、三重県東西南北、端の駅、完全制覇の旅とでもね、やりましょうかねということでね、やってみようかなと思って始めようと思ったんですけど、ここでね、私は一つ大きなミスを犯したんですよね。ここでなんでかって言ったら、ね、カメラを持ってきたんですよ。ね、まあ今回はね、ある程度長い旅になりますんでね、カメラを持ってこようと、持ってきましたと。ね、バッテリーもね、忘れずにもう何個も持ってきましたよ。ここにも何個もありますよ。これはね、いっぱい、ね、コロ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 って入ってます。よし、ちゃんと持っとるな、ちゃんと持っとるな、いっぱいあるじゃないですか。よし、バッティシアとね。ね、一応念のためのね、充電コードも持ってきた。おう、バッテリーやんね、カメラ本体も持ってきたし、とは思っとったらね、何を隠そうですね、SD カード忘れてきたんですね。そうや、途中まで、直前まで編集作業をやっとってね、パソコンに差し込んだまんまだったんですよね。で、そのままパソコンに SD カード差し込んだらね、録画できないと、いうことでですね、とりあえずね、SD カードを買わねえとな、ということでね、まあ、熊野までやってきたわけです。で、まあ、熊野にこじゃ売ってるだろうと思ってね、そこにイオンがあるんですよね。熊野って大桑とイオンが本当、まとなりくらいにあって、うん、南北に。で、最初にイオンに行って、イオンに行ったら SD カードの一つ売っとるやと思ったらね、なんと売ってなかったんですね。まあ、もしかしたら探しきれやんかっただけなのかもしれませんが、ああ、やばい、電車が行ってしまった。まあいいや、どうせね、すぐには行けませんからね。で、どうしようかなと思ってね、で、大桑さんに売ってるかなと思ったら、大桑さんに売ってたんですけど、ただね、大桑さんの上のところね、レンタルショップが2階に入っておって、ツタヤが入っておって
ね、ウェイさんっていうところでしたっけ。あのウェイさんって言ったらあれですよ、西日本大阪とかに多いですよね。この前富田林行った時にも途中でね、映ってましたよね、そう駅間散歩やった時にそこでね買ったんですけど、これ困ったことになんとね8月の20日にね閉店らしいんですが、多分アップロードする頃にはもう閉店になってしまってるのかなということでね、これは本当 SD カードの、調達が、ギリギリセーフということでね、まあなんとか買いましたよということで、まあそれでね今ここで撮影を始めましたというわけです。ただねこれねまた一つ困ったことがあってね、まずじゃあ最南端の駅に行こうってわけですね。三重県最南端の駅、これはね結構ね分かりやすくてですね、この前も途中で通ってるんですけどね、初期の動画で新宮に行ってね帰ってきてる動画があるんですけど、亀山発新宮行き普通列車っていうね、くっそ長い4時間半ぐらいかかるんでしたっけ、ね列車に乗ってね、揺られてね、それの始発に乗って、新宮に行ってくるっていうのがあったんですけど、それでね途中で降りてはないんですけど、通ってる駅でね、うどんの駅、まあかつてはね日本一小さい村っていうのでね、うどんの村っていうね面積がとにかくちっちゃいっていうのでね有名だったところなんですけど、まあそこが三重県最南端でもあるんですよね。ということで、そのね、うどんの村、今はね、紀宝町になってるのかな、名前で言うと、合併されて、っていうところにね、行ってみようかなと思ったんですけど、まあそこに行ったら、まずないと。で、SD カード打てないでしょうし。で、まあ本当は熊野で降りてね、うどんの村をいろいろ撮ろうと思うんですけど、ただね、うどんの村行ったら多分駐車場がない。ね、コインパーキングみたいなところないですから、車止めれないんですよね。さあ、どうしようかなと。ね、普通ならお前なら、あれ使いよってね、電車使ってね、うどんの村よく帰ってからね、うどんの村まで行って、それで撮ってね、ね駅の東西南北の発祥をやるんやったら、お前なんで車使ってんだっていう話になるかもしれませんけど、まあこれはね、多少いろいろ事情があります。で、まあ、車の方のが、正直言って移動が、しやすいっていうのと、まあ、いろいろちょっと柔軟的にね、他のところもね、取ってきたいなとかっていうのがありますんで、特にね、あれが使えればよかったんですよ。この前紹介した、青空フリーパスね、この前、名勝線か。ね、行った時にね、使ってましたけど、あれが使えればいいんですけど、実はあれ、紀伊長島までしか使えなくて、この紀伊長島から新宮駅の間の、この熊野とかこの辺りっていうのは、実は、対象外っていうことなんでね、使えねえっていうのもありましてね、ちょっとね、で、しかも、電車の本数もね、非常に少ないんでね、ずっとね、あそこから来てっていうのは、なかなか、大変なんで、まあ、やるなら、多分特急南京を使って降りてきてとかってなるんですけど、まあね、そうするとなかなかいいお値段にもなってまいりますね、っていうのもあって、まあ今回は車で来てます。ただ車を止める場所っていうのは問題で、どうしようかなと思って、うどんの村まで行ったらダメやし、まあ熊野市でね、まあちょっと駅前にコインパーキングあたり止めてね、でそこから移動して、まあその間くらいねちょっと使って、まあ少しはね、電車にもね、営業にも貢献をしてというふうな感じで思っておったんですが、困ったことにですね、なんと来てみてびっくり、熊野市って全然コインパーキングがないんですね。大組手のねやつとかは当たり前なんですけど、わお蜂が飛んでる、大手がね全然ないっていうのはまあ当たり前として、個人でやってるようなコインパーキングみたいなのもね全然ないんですよね。全然駐車場ないんですよね。まあこの辺りってギャス機械がのところなんで面積が狭いんでね、どうしてもあんまり駐車場とかの余裕が少ないっていうのはあるんでしょうけど、でね地図でね、あらかじめちょっとアプリで確認してみたんですよ。そうしたらね、なんとね、これね、新宮に行ってくださいって感じなんですよね。まあ、新宮に行ったらいくらでもありますから、コインパーキング。確かに、新宮この前行った時にいくらでもありました。何回も行ってますからね、新宮の方は。で、それで一発解決する。そしたらね、新宮からね、もうちょっと行ったら歩いて行けるような距離でね、うどんの村ありますよっていうことなんですけど、そうですよね。なんですけどね、今回は、最初に言いました。コンセプトとして、県外移動が禁止なんで、県外に行っちゃダメなんですよ。ってことなんで、経由でもね、なんか交通キャンペーンの場合はね、なんか東京を経由してのやつはいいとかってなってますけど、今回はね、さすがにね、経由もダメですよ。出ちゃダメですよっていうのがね、ルールになってますんで、ね、このルール通りにやろうと思ったら、まあどうしようかなということでね、とりあえずね、うどんの村までね、車走らせてみようかなと思ってます。熊野市は、とりあえずちょっともう一回ちょっとね、駅前の方見てみます。で、止めれるところがあったら、熊野市から乗ってね、やってみようと思いますけど、そうなんですよね。ということでね、とりあえず、うどんの村の方に向かうことになるのか、まぁ、ちょっとチラッと見て、そのままなかったら国道の方に出てっていう感じになると思います。ということで、よろしくお願いいたします。